はい、じゃあ前半終わりまして後半です、はい、後半ですね、はい、後半はこんなの用意したんですよ。なんだかわかりますか？アマゾンのギフトカード30万円って書いてある。30万円ではない、3000円ですね。3000円、はい、それを、はい、当然あげるわけじゃなくて、うん、1回貸してもらってこっちですね。はい、はい、リンゴルフミッションゲームって言って、あのちょっと僕が作ったやつなんですけど、25マスあって20マス、20マス、はい、1,2,3,4,5 残り9ホールで埋まったら先ほどのアマゾンギフト券をゲットできる、はい、ゲットです。はい、ちょっとね今日スルーで大変なんでご用意させていただきました。ありがとうございます、まあ、はい、ぜひあの獲得していただいて、はい、はい、もらって帰ります、はい、ってことで、はい、ご飯もお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ内容ちょっと見てください。ボギー、ロストボール、ダボー、 あ、ちょっと待って、すぐできそうなのあるんですか？あ、今丸つけられるのもあるかもしれないんで、キャップガイザー着用、はい、OK でしょ、はい、そのぐらいじゃない、そのぐらい始まる前は、うん、オッケーオッケー、了解。まあ何かしら埋まってくると思うんで、ホールアウトごとにちょっとチェックしていく感じで。わかりました。はい、いいねこの企画でしょ。あ、ありますあります。すごい、落ちたとこ見えました。大丈夫、大丈夫です。はい、73、これはすごい、今日ナイスショートカットでしたね。ショートカットですね。73、52行きます。見といた方がいいですよ。そうです、結構バランスいいんですよ。そのミスしたやつとかも入ってるんで。そうだよね、なんかあの長老とかね、はい、本日のウェア紹介とかある。そうです、うん、じゃあこれ後で、あ、やっちゃう。だって着てるもの紹介すればいいだけでしょ。そうです、よくない。はい、上はこれこれでってやつ。そうです、そうです、そうです。どんだけアマゾンギフト券が欲しいんだよ。まあもらえるものは欲しいですよね。もらいたいよね。で、あのもらえなかったら僕の、うん、今日の給料になるんで。うそー、やだー。それを考えたら山ちゃんにあげたい気持ちで。あー、そう取られちゃう。うん、あんまり変わらないですね。ナイスパーです。はい、ありがとうございます。今パーだったので、はい、一個またつけられました。ど真ん中、ど真ん中、まあビンゴではないんですけど、ど真ん中、はい、ど真ん中、着々とアマゾンに近づいて、はい、まだ近づいてない、まだ全然近づいてない、アマゾンが見えてきて、まだ全然近づいてないから、あ、そろそろちょっとアマゾンで何買おうかな、考え始めてる。本当ですか、本当ですか、はい、まだ始まったばっかなんです。まだ始まった、はい、本当だよ。じゃあちょっと行きます、次の、はい、す、今ね、東部カントリークラブはちょっと改装中で、ここもすごいですね、大改造ですね。ベアグランドみたいなもんです、ね、ペチャペチャ、ペチャペチャだし、あげれないから絶対。でもこいつがめっちゃ嫌じゃない。何これ、あー、あらゆる、あらゆる、あらゆるなんか障害物があります。あらゆる障害物じゃんね。この緩めるThank you.
あ、安牌です、ね、うん。おお。危ない。ボギー？はい。まあ、あそこからのボギーだったらいいでしょう。はい。今ボギーだった。ボギー。からバッタボギー。あとパットも、あのワンパットとかフォーパットとかあるんですけど、あれツーとかはないかも。ツーないね。あれ、そういえばカラーボールは持ってないんですか？カラーボール持ってない。あ、カズマボールだけですか？カズマだけだよ。何？カラーボールしようね。はい、浮気する。浮気する。ある。あの本当にカラー使わないんだけど、この間拾ったやつが。なんか出てきたぞ。なるほど。コーチすいません。コーチすいません。あ、なんか入ってほしかったよ。当たった感じどうでした？当たった感じ薄かった。薄いけどな、ちょっとやっぱ軽い感じ。あ、サイドリフトってこう、ペタペタしてる、なんか私の感覚あって、ペタペタしてるから吸い付いてふわーって出てくれる。弾むとかそういう感じ、うん、なんか捕まりきっちゃったって感じでしたもんね。グリーン手前に池が、うん、まあよし。フォローこれね、あ、フォローしてますね。ちょっと左の後頭部ぐらいが風当たります。はい、まあ喜ぶとかじゃないけどね。丸つけれるじゃん。まあね、ちゃんとやった結果だからね。まあちょっとボールのせいだと思うよ。まあせいっていうか、いつもと違うボールだから。そうだね。しかもそう、あれは特徴で結構軽いボールなんですよ。結構そうなの？そう、普通、うん、ほとんど重さ同じなんですけど、わざと軽いボール。あれ軽い。多分あれ拾ったのもだから女の子が落としたんだろうけど。おー、いいんじゃないですか。うん。転がるね。だからイメージは良かったですけどね。ね。でもちょっと打ち切れないですよね。クラリ待ってるし。なんかあの池に入った途端のガッツポーズが、悲しむところがガッツポーズだったですけど、池ポチャをしてしまったのでここに丸。なるほど。残念だったな、うん、からのカラーボールを使用いたしました。そうですね、使用しないんですけども、調子がやっぱり出なかったですね。はい、ボールをです、はい、あとスコアは 7でしょ。7、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 
着々と、はいはい、近づいていってます、はい、ちょっとなんか戦略的な感じはしますが、ないもん着々とやっぱプレーね、プレーファーストだよね何買おうかな何買おうかな